松平照綱は、江戸時代前期の大名。武蔵川越藩の第二代藩主。松平伊豆守家、大河内松平家二代。現那六年に、松平信綱の長男として、武蔵で生まれる。幼少期に、徳川家光に拝越し、信綱の願いで、板倉主家宗の嫁との縁組が許され、寛永十六年九月五日に結婚した。それより、 前の寛永11年6月20日に、父と共に家光の上落に従った。寛永12年12月28日に、十五位した海守に助任される。寛永14年に、家光が、のぶつな邸おなりの際には、国重の刀を与えられた。寛永14年から寛永15年にかけて、島原の乱鎮圧の上司となった父に従い、九州に赴いた。 輝き公の手になる島原天草日記は当事者の記録として貴重である。この時、輝き公は重帝の天野長茂らと白攻めに臨み、止めようとした家臣を怒って切ろうとしたが、家臣は信綱の首名を守って死す覚悟を示し、井上正茂の勇もあってやむなく陣中に引き上げたという。慶安元年4月には父と共に家光の日光三景に従った。その後は、 父の名代として、大徳院法営の奉行や、造営奉行などを務めた。漢文2年3月に、父が死去したため、4月18日に、川越藩7万5千国の藩主となった。この時弟の信沙田、信沖に新婚殿五千国ずつ、剣綱に新婚殿千国を分与した。輝き公は病弱だったとされ、そのためか父の没後は幕政にはほとんど関わらず、戦術、 砲術、騎馬戦法などの標法や測量術など軍学に興味を持った。他に、ヨーロッパ式の経緯度入りの地図を自ら作成したり、薬学の研究をしたりするなど学問に傾倒した。輝き校はおごりがましいことを嫌って、家中でも失踪奨励し、自らの衣服も木綿や麻を用いたという。漢文11年12月12日に死去、去年52。 あと4男のノブテルが継いだ。ありがとうございます。